です。今日はフジビパノラマに来ています。今日は女子と走っていきます。いやー、女子だよー今日ヤマピーはどういう内容で走るなー。今日はですね、あそこですよ、あそこ。あそこなんです。ENS の練習。練習っていうより下見ですかね。そんなんです。あ、ごめんそんなんでーいや、一向に一個上手くないっすね。いった、そわ、ちょっと背負い投げどこ行きます。どこ、頂上。頂上っすか。で、どこのコース行きますか。なんか緑んだとこ、みんなが言う C コースってとこ、わかんないんだよ。なんかコースの番号とかね、覚えれないんだよ。そうなんすか。色とかいっぱいあるし。そうっすね。緑の何番とか。そうっすね。青の何番とか。そうっすね。黒の10番とか。難しいっすけどね、覚えるの。なんかね、覚えれないからさ、はい、もう気連れてって。危ないよ、そこ。
ここはどこですか？ここは B コースの真ん中ぐらいです。真ん中ぐらいです。はい、行きます。行きます。ジョシさん、A、青の10なんかブラックじゃないですか？ブラック、これブラックの中心。ブラックなの、ここって。ブラック。おお、待って待って。ブルー10番いきます。この時間帯何も見えない。あ、やばい、コース間違えた。わかりにくい、なんか間違えるよね。めっちゃなんか当たってるよ、これ。
危ない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 よっ。何があった、誰だ。やーう、危ねえ。多分ここら辺がゴールな気がする。グリーンの5番を走って来てますけど、釘が刺さってることが判明しました。よし、逆の方ができればいいです。というわけで今日一日パナラマ走ってきたんですけど、走行動画だけになってしまったんですけど、よければグッドボタン、チャンネル登録お願いします。また次の動画までグッバイバイ。それでは撮っていきます。こういう感じにめっちゃ長い釘が食べました。こういう感じにめっちゃ長い釘が刺さってました。